はい、皆さんこんにちは、ゆうきです。今回は1枚はおすすめするインナー付きのランニングパンツをご紹介します。だんだん、涼しくなって、逆にちょっと寒くなって、これから運動を始める方非常に多くなると思うんですけれども、その方におすすめのランニングパンツ、また普段走られている方も、まだ持っていない方にはおすすめできるかなと思います。インナー付きのランニングパンツをご紹介します。このチャンネルではランニングの魅力、それからランニングに役立つギアなどを紹介しております。また普段の旅の動画とか、上げてますので、ぜひそちらの方もチェックお願いいたします。今回は皆様におすすめするインナー付きのランニングパンツということで、普段自分はですね、朝5キロとか、30分ぐらい、週2、3回ぐらい走って、プラス土日には、10キロとか20キロぐらい長い距離を走ることが多いんですけれども、そういった時に結構重宝するランニングパンツをですね、ご紹介したいと思います。でインナー付きのランニングパンツ、ナイキとか、いろんなブランドで多く出していると思うんですけれども、なんでインナー付きのランニングパンツがいいかといったところも、自分の感想も含めてご案内いたします。で今まで自分は、アンダーアーマーとか、そういったスポーツ系のインナーの上に、こういったパンツを着て走ることが非常に多かったんですけれども、やっぱどうしても、夏場はもちろん結構頻繁に毎朝走るってなると洗濯物の量も大変なので、そういった時にインナー付きのランニングパンツを履いたところ、今まではあまりこう、ちょっと敬遠してたので、1枚でこうズボンを履く、ランニングのこういった、ギアを履くっていうのがちょっと抵抗があったんですけど、インナー付きの履いてみたら結構フィット感も良くて、それからこう収まりも良くて、洗濯物も、インナー付きっていうことで、そのパンツ1枚で、いけるっていったところで、かなりですね重宝するようになりました。なので朝、サクッと走るときなんかはインナー付きのランニングパンツで走ることが非常に多くなりました。いろんなブランド出てて、自分はランニングのナイキの、インナー付きのパンツを使ってますし、それから、今までだと、アシックスとか、その他いろんなブランドで出てるので、ぜひ皆さんインナー付きのブランドをぜひお持ちでない方は一回履いてみて、いただければと思います。かなり洗濯物の量、毎日走る方とかは結構洗濯物も大変なので、そういった時に少しでも、家族の皆さんにも負担をかけないようにインナー付きのパンツおすすめです。また結構フィット感もそうですし、結構自分は朝走るときはもうほぼほぼですね、そのインナー付きのパンツを履いてます。で長い距離走るときとか、結構動き激しくしたいって思ったときには、自分の個人的感想なんですけど、インナーのを別にしてアンダーアーマーとかそういったパンツを履いて、その上にズボンを履くようにしてます。はい、かなり、これから運動始める方多くなると思うんですけども、じゃあ実際何着たらいいのとか、結構気温の、上下が激しいので、どういった服装すればいいのといったところもいろいろ出てくるかと思うので、皆様にいろいろこうやってギアとかウェアとかをですね、少しずつ紹介したいと思います。で冬は何着たらいいのとか、どういったランニング あのポーチとか、こういったアプリとかおすすめだよっていうのも発信しておりますので、ぜひ他の動画も見ていただければと思います。この時期、秋それから冬にかけて本当に日差しも暖かく、ランニング日和、季節を感じられるランニング、ぜひ皆様に走っていただきたいので、この動画をお届けしております。ぜひ動画面白ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。It's hard to admit when you're so